伝統の W12 エンジンより強力なフェーウェイ。デントレイは同社の象徴である W12 エンジンをプラグインハイブリッドシステムに置き換える構えだ。エンジニアリング責任者であるマティアス・ラーベは V8 をベースにする可能性を示唆している。ラーベはカナダで行われたベントレイテ定ガ EWB の発表会で オートカーに次のように語った。これからのプラグインハイブリッドは、すべて今の12気筒よりパワーアップしてほしいですね。パワーの低減は望んでいません。デントレイには 3.0LV6 をベースとするフェイパワートレインがあり、最も強力なフライングスパーで 543PS を発揮する。しかし、 コンチネンタル GT スピードの 659PS や限定生産のマリナーバトゥールの 740PS という W12 エンジンのパワーには遠く及ばない一方フォルクスワーゲングループ参加の兄弟ブランドであるポルシェはツインターボ 4.0LV8 をベースとするフェイパワートレインを採用し カイエンターボ SE ハイブリッドで 680PS、パナメーラで 700PS を発生させている。デントレイはオートカーに対し、2025年までに、全車種にフェーンモデルを導入するため、現在プロトタイプのテスト中であることを明らかにした。そして今回、行動で初めてコンチネンタルの、 フェイプロトタイプが目撃されたのだ。このプロトタイプに搭載されるパワートレインについては、明らかにされていないが、マティアスラーベは V8 の電動化を示唆している。過去には素晴らしい6気筒エンジンがありましたが、現在のベントレイは通常8気筒か12気筒で、8気筒ベースのハイブリッドが最適だと思います。また、 重量配分の観点からも、50、50に近いものが実現できますから、V8 フェーブが登場する前に W12 は、花々しくその役目を終えることになるかもしれない。ラーベは W12 の引退を記念して、高性能な派生モデルのアイデアを温めているという、バトゥールは我々がもっと上を目指せることを示しました。 750PS までなら大丈夫です、とラーベは語ったが、W12 の最終記念モデルがどのようなものになるかは決定されていないとした。